もしもし。もしもし。はい、お話の方お願いします。まず10月下旬に地下アイドルの子に誕生日にフラワースタンドを渡すのにお店の方に連絡しまして、青いお花を注文することになりました。そこで聞いてたサイズと違ったり、ちょこちょこっとした連携ミスが多くて、ちょっとレギュレーションを説明した時もちょっと既読無視が多かったので、不審に思ってたところ、当日1時半にこれで大丈夫ですかっていうお写真が届いたんです。でその時に私は青のみのお花でお願いしますって言ってたんですけれども、明らかにちょっと青じゃないよねみたいなお花がポツポツと見えて、もう今回は勉強代だと思おうって思ったのと、円満に済ませたかったっていうのもあり、もう大丈夫、綺麗でよかったです、お願いしますっていう風に言いまして、お花が届きました、会場に。で実物見たところ、送ってもらった写真はちょっと下から撮られてて、青がちょっと多めに写ってるお写真だったんですけど、実物見ると普通に黄色だよねとか、もう染めてるにしてもほとんど白で、青で染めてはいるけどもうほとんど染まってない状態のお花が入ってて、と思ったんですけど、私もいいって言ったし仕方ないなと思って、ちょっと何もその時はなく。で翌日請求が来たので、私は一律2万円って聞いてたんですけれども、税込みの2万2000円が請求できて、普通だったらたかが2000円払うんですけど、ちょっともう最初から最後まであんまり対応が良くなかったので、お店の方にお電話でちょっと聞いてない金額だったのと、こういうお花が届いてたし、対応もこうこうこうだったのはちょっとどうなんですかねっていう旨の電話をしまして、でそこで10分ほどちょっとやり取りをしたんですが、ちょっと話が言い分というか、言い合いになりましたと。そうです。で、あっちから私は値切りも何もしてないんですけど、じゃあもうお代は結構ですって、その代わり僕はお客さんとして見ないので今後うちでは注文しないでくださいっていうふうに言われて、分かりましたっていうことでお話終了してたんですね。で後日そのお店のツイッターを覗いたところ、私がその青のお花じゃなかったっていう理由で支払い拒否してきたっていう旨の内容が書いてあって、でかつ私が送った推しにリプライね、お客様が支払い拒否するほどイメージと違うお花を送ってすみませんでしたっていうリプライを送ってて、わざわざそれやばいね、その花屋さんですよね。そうです。注意喚起のツイッターを作りまして、拡散でお願いしてたら、ご本人様から凸が来まして、凸そのツイッターに、ツイッターで全面戦争するぞって来たってことですか。そう、全面戦争じゃとか、黄色じゃないんだよな、調べてよみたいなちょっと現役のお花屋さんが、一緒に上がりたいというか、別にいいんですよ、現役のお花屋さん、っていうかこの人のさ、ツイッターアカウント見ると子供がツイートしてんのかってぐらいのあれだよね。すごいね、リプ黄色草みたいな、これお店の人のツイートじゃないって。これもしもしもし、はい、私花屋のゴミゴミと言います、よろしくお願いします。花屋のゴミゴミさん、はい、名前はちょっと適当につけました。そういうことですね。はい、これ花屋の見解としては、この黄色に見える花っていうのは、これはもうどうなんですか。そもそもこのオーダーをされている突者の方が、最初にお花のお色の要望をお花屋さんに伝えるときに、青一色でっていうふうにお願いしてるんですよ。言ってるんですよね。それに対して実際に納品されているものが青一色かって言われると、そうじゃないですよね。これはちょっと私目線で言うと、青色を基調に他のお色が入っているようなデザインになってるんです。これちなみに僕がもし青一色でこれが来たら詐欺だなって思うんですけど、花屋さん的にはこれはどうなんですか。やっぱアウトなラインなんですか。これは私のお店で言うともうアウトですね。クレームは必ず入ってくる案件になると思います。なるほどね。でもそれはそうだよね。わかりました。なんと本人来るそうです。すみません、今。どうも、はじめまして。みんなで話そうということで上がってもらいました。まずお伺いしたい点として、支払い拒否ではないのに、なぜ支払い拒否したっていう虚偽の内容を書かれたのか、で、どうしてアイドルの子にわざわざその突撃してったのかっていう、そこに対してちょっと明確な回答をちょっといただきたいなと思います。そしたら、じゃあその点についてちょっとお話しさせていただければなと思います。そうですね、まずは、はいはい、お支払いを拒否するほどイメージとかけ離れた花を作成して大変申し訳ありませんでしたっていうリプに関してお願いします。はい、はい、写真の撮り方、多分同じ環境でないので、その撮り方で色が変わる。あとは肉眼でもやっぱり色が変わる。でそこでやっぱり青じゃないって言ったら、そこは青じゃないのかなっていうのが論点ずらしの術を使ってきてるね。はいはい、あ、ちなみに多分話変わってるんですけど、はい、支払いを拒否したわけではないのに、支払いを拒否するほどのって SNS 上にあなたが公開するのは、これははい、アウトなんじゃないんですかね。僕の支払いの拒否っていうのが、まず請求書を出した段階でこう金額が違うということを伺ったので、2万円込み、全て込みの値段で2万円っていうお話だったんですけれども、こちらの不手際で2万2000円で出してしまったっていう、いわゆる消費税を乗せて作ってしまったっていうところ、それもちょっと僕の不手際で、その流れでプラスそのお花の色合いが違うだとか、いろいろな、その反応が遅いだとか、もうそういうことをいっぱい言われて、なんかこのお支払いに対する気持ちというか、なんかお支払いできないみたいな、なんかこれにお金を払うなんてみたいなことは確か言われてたと思うんですよ。言ってなかったですかね。言ってないと思う。言ってないそうですけど。もしかしたらお話変わっちゃうかもしれないんですけど、納品されているお写真拝見しました。はい、これって明らかに青じゃないお花入ってますよね。はい。依頼者さんは、はい、青一色で黒が入れば嬉しいっていうような最終的な要望を出しているのにもかかわらず、はい、青じゃないお花が入ってるっていうのはちょっとどういうことなんでしょう。多重論点ずらしの術来てるこれ。青じゃないお花っていうのは、その花屋さんでしたら結構あると思うんですけれども、トルコキキョウのことをちょっと待ってください。一緒にしないでください。はい。一緒にしないでいただきたいんですけれども、私どもはお客様が青一色で作ってくれって言われたら青一色で出します。はい、そもそもこの依頼者さんが結構前からお話をされていたのにもかかわらず、お花の手配ができてないっていうのも問題だと思います。はい、すみません。できないっていうのであれば、それに代替する案を出すべきだと思うんですよ。全体的にお客様とのやり取りの数少なくないですか？そもそも2万円っていう単価は安い単価じゃないですよね。高単価のやり取りをされているわけなので、必ずお客様は2万円のものを要求してくるわけなんですよ。2万円のお品物を納品するっていうことがどれほど大変だってことが多分分かってないから、ツイッターであのような煽りのツイートをしたりだとか、リプライを送ったりすることができるんですよね。これ花屋のレベルの差が激しそうだね。いや、2万円という、はい、あ、先にどうぞ。タジタジやないかい。これ正直な話、その花屋のゴミゴミさんと花屋のタジタジさんでいいんじゃね。お店でどんな話をされているかわからないですけれども、はい、この仕事ぶりと SNS の運用状況を見て、あなたのお花に対する思いっていうのはだいぶ分かってきちゃいますよ。で、勝手ながらあなたのお店の Google の口コミ拝見しました。はい、あなたの仕事ぶりとかお花のレベルに対して感謝してる人たくさんいるじゃないですか。はい、たくさんいるのにどうしてこういう対応になってしまったのかっていうのが本当に不思議です。はい、あなたの仕事ぶりにありがとう、またお願いしたいって言ってくださる方、たくさんいるのに、どうして一人のお客様に真摯に向き合えないんですか？確かに。はい、ちょっとじゃあ僕からも少しお話しさせていただければなと思うんですけれども、はい、この度は依頼者様に大変不快な思いをさせてしまいまして、本当に申し訳ないと思っております。全面戦争だって言ってた人ですけどね、これね、ツイッター上で。今回こうなってしまったのも、やっぱり僕の実力不足っていうところと、ちょっと認識が甘かったなっていうところが大きいんじゃないかなと思っております。その状況としては正直ちょっと忙しい時期でもあったっていうところで、他のスタッフに任せてしまったっていうところ、その LINE のやり取りもそうなんですけれども、最初の電話は僕が対応させていただきました。いわゆる僕にしか聞かなきゃわからないところっていうところをちょっと返信が遅れてしまった。で、僕も本当にちょっとタイミング悪く出張とかにも出ておりまして、これはもう本当に完全に言い訳なんですけれども、そういうお花結構発注されていただいたんですけど、ちょっとね、花屋さん分かりましたよ、話としては。はい、要は認識不足だったことで色の違いとかね、対応に関しては謝罪多分してたと思うんですよ。はい、ただそうじゃなくて、その支払いを拒否するほどって SNS に書いてたじゃないですか、はい、でそれに関して、花の色が違うとか対応が遅いとか言って、こんなのにお金を支払うつもりがないような発言をしたから書いたって言ってたじゃないですか、はい、ただ事実はやり取りの録音を聞いたところ、そういったことではないと。はい、あなた側からお金を支払わなくて結構ですと言われたから支払わなかったという流れなんですよね。はい、となると、依頼者からするとこの大切なね気持ちを乗せたお花がこんな言われ方すると気持ち台無しになるわけじゃないですか。はい、気持ちを重視してるんだったらこういうリプをねわざわざアイドルの方に送るのはどういうことなのって思っちゃいますけど。はい本当に申し訳ないと思っております。で、僕も正直なところを言いますと、その時は僕の方から、その支払わなくていいですよって言ったのも、正直なところ結構言われたっていうところと、支払いしたくないんだろうなっていうのがすごいひしひしと伝わってきたので、もうそれだったら結構ですっていう形で言わせていただきました、僕も。うんでもそれは伝わり方は人それぞれだし、そう思ってなかったかもしれないじゃないですか。払いませんって言ったんだったらそう思ってもいいんですけど、僕もそのツイッターのやり取りであるんですけれども、いわゆる支払うつもりあったんですかって聞いたんですよ。あったんですかだったら支払ってくださいっていうのと、あと僕も先ほど言ったんですけれども、やっぱりお客様は神様だと思ってるんですよ。そこでやっぱりお金が発生しなかった、いわゆる支払いがなかったっていうところで、正直僕の中ではもう神様じゃなくなってるっていうところが正直あるんですよ。その神様かどうか置いといて、僕が思ったのは、ここのお店の従業員はお客さんと話した内容を SNS に書くんですか？それ結構問題ありません？そんなのいちいちなんか SNS に書くお店なんですかと思っちゃったんですけど、しかも拒否したわけでもなくですよね、今回の話で言うと。はい、よろしいですか、ちょっと間入って、こんな虚偽の支払い拒否しましたとかっていうのを書いて推しに突して、その後に支払う気があるならじゃあ支払ってくださいよみたいな感じで来たのと、あと私がその虚偽の申告やめてくださいっていうふうに言ったら、虚偽の申告やめてほしかったら支払ってくださいっていうふうな内容を言われて、なんか半ばちょっと脅しのように聞こえてしまったっていうのもあって、どうしてそういうことを。その電話の中で僕は支払いの意思がないのかなと感じたので、支払いの意思があるんだったらまず払ってくださいっていうのはそのツイッター上で書かせていただきました。で、払うことによってお客さんになるっていうところ、これもちょっと正直僕も書き方すごい悪かったんですけど、もうお客さんになったら、先ほども言ったお客さんは神様だと思ってるので、神様になれるんだからもう僕は全面降伏しますよって結構本心で。ちょっと待ってください、それあなたがあることないこと書いた後で、もし依頼者さんがお金を払って神様に上がりました、そして、あなたが送ったリプライですとか煽りを書いたツイートを仮に消しました。でもそれだとしても依頼者さんが傷ついたことには変わりないですよね。お花の送り先のアイドルが依頼者さんに思うことって消せないですよね。そうですね。あなたが神様だっていう人にそういうことをしてるんですよ。で、仮にこの方が依頼者さんがお金を本当に払いませんでした。そうなった時にあなたはツイートは消さないでしょう。でも今って SNS がすごく発達してるから、あなたのお店の SNS っていうのはすぐに拡散されるんですよ。この花屋さんはお客さんに対してこういうふうな扱いをする店なんだっていうふうに他の神様になり得る顧客から思われるんですよ。あなたは自分の店の顧客、神様を自分で逃がしてるんですよ。そうですね。もう正直、依頼者さんがアカウントを作ってからもう10件以上キャンセルの電話来てます。タジさん全面的に悪いな、これは今の段階で。だから多分今回これさんの配信によって多分もう僕は店の経営がちょっと難しいような状況まで。おいおい、さすがにそこまではなってほしくないけどな。でもそれはあなたのせいですよね。まあ、でもあなたが SNS でそういうことを書かなければ、あなたはお店を続けられたと思いますよ。まあでも正直、挽回と言いますか、ひとまずあなたがまずやることは、まあなんかちょっと言い訳がましいことさっきなんかベラベラ言ってましたけど、まず謝罪と、まあ、あとアイドルさんに、まあ、事実を伝えることと、該当のツイートは消すことじゃないんですかね。それをまずしないとっていう。困りました。はい。そちらの方の対応をね、お願いいたします。YouTube にも上げてんの、ね、突者の名前も出してる。YouTube にも動画上げてますよね。はい、YouTube でも動画上げてます。ちょっと待って、はい、そんな花屋あります？なんかトラブル起きたら YouTube に動画を上げますみたいな。そんなの頼みにくいでしょ、さすがに。本当申し訳ないです。それはもうやめましょうよ。はい。もうやめます。動画も消しときます。それはそうです。正直、私もあなたの YouTube チャンネル拝見しました。あ、はいはい、今回の件、実際に起こっているクレームなんですけれども、クレームの対処の仕方とか、接客の仕方とかを上げる前に、人に何かを伝える前に、まず自分を見直した方がいいと思います。おっしゃる通りです。その通りや。おっしゃる通り、もう本当に僕の認識が甘かったっていうのとも、依頼者様に対しては本当に申し訳ないことをしたと思っております。まあ、なんかすごい今ね、素直に謝罪してますけど、ツイッターでは全面戦争じゃーって言ってましたけど、あれは本当ちょっと正直なところ言っちゃうと、あれも結構ふざけてました。ふざけちゃダメでしょ、お店のアカウントで。申し訳ないです。じゃあ私はおふざけで推しに支払い拒否した人ですっていうことを伝えられたってことですか？まあ、もちろん名前とかは伏せるようにはしたんですけれども、もうパネルに私の名前は載ってましたし、はい、それで伝わらないと思ったってことですか？相手にふざけてこうさらすってことですか？それはお店としてやばすぎます。マジでやめた方がいいですもん、今後絶対。名前も、まあ、ニックネームっていうところもあって、ちょっと僕もそこの認識甘かったなと思ってます。正直なところ、僕も正直な話はすごい頭にきてたので、まあですよね、まあ、だとしてもですよ、はい、だとしてもやっちゃいかんでしょっていう。そうですね、本当にやってはいけないことをやってしまったなっていう、まあ、なので、じゃあツイートと動画の削除の方をね、早急にお願いします。そしてアイドルさんが誤解しているのであれば、誤解を解いていただいて。アイドルさんの方には実はまあ、伝わってるかわかんないんですけれども、個別にちょっと連絡の方はさせていただいてまして、はい、申し訳ないですっていうのは一言送ってはいます、謝罪の方は。謝罪の文章を私は見てないので、本当に謝罪の文章を送ってるかもわからないじゃないですか。なるほど。申し訳ないんですけど、通話切った後に推しだったりツイッターで変なこと書かれるのはちょっと嫌なので、今通話がつながってる間に、ちょっと今ツイートしていただければと思います。そうですね。じゃあ今訂正のツイートを花屋さんのアカウントでしていただくことは可能でしょうか？今の方がいいですかね。そうですね。する気があるんだったら今がいいですね。一回ツイートを消しますね。はい。私は虚偽の報告をいたしました。なんだこれ、ふざけてんのかこれ。内容を書かないとあれですよね。申し訳ございません。すみません、反省してますか、本当に。はい、まあだよな、この対応はな。申し訳ないんですけど、さっきも笑われてて、なんかヘラヘラ喋ってるようにしか聞こえないんですけれども。本当にそう聞こえてしまったら申し訳ございません。はい。はい、そう受け取られたらもう、やっぱり相手にそう伝わってしまったら、もうそれが答えっていうところがありますので、ちょっと僕も。なんかその受け取り手のせいみたいな言い方してますけど、多分みんな思ってますよ。すみません、あと、はい、推しに誤った内容のリプライなり DM なり証拠の写真が欲しいんですけれども、はい、送っていただいてもよろしいでしょうか。でもかしこまりました。後ほど送らせていただきます。じゃあそうしましたら、私の方もちょっと気持ちが荒ぶってしまいまして。つい声を荒げてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。皆様もお聞き苦しいところが多々あったかと思いますが。いいね、花屋さんって感じがする。申し訳ございません。すみません、ゴミゴミさんも今まで面識がなかったのに、こんな遅い時間までご対応いただいてありがとうございました。男性の方、ツイートしましたか。ちなみに男性の方、なんかお顔を出してますけど、これって出しても大丈夫なんですかね。出しても問題ないです。出ちゃってるもんなんで、多分本当ですか。調べれば分かっちゃうと思うんで。わかりました。はいはいはい。なんか想像と全然違ってたんで、お花屋さんって感じします、やっぱり。あ、本当ですか。ありがとうございます。いや、これから頑張ってほしいですね。まあとんでもないミスは犯してしまったんですけどね。はい、もう本当にもうこっからですよ。もうこっから、はい、こっからちょっともう僕も心機一転頑張って、本当にもうお客様には満足していただけるように頑張っていきたいと思います。ツイートされてますね。やっぱりちょっと素直になれなかったっていうところもあったんで、ちょっと謝りたいんだけど、でもちょっとやっぱりプライド的に。中学生か君は。はい、申し訳ないです本当に。あ、ですみません、はい、今ちょっとおしに送った内容のスクショをいただいてもよろしいですか。そこまあじゃあちょっとすみません、お手数ですけどお願いします。ちょっと本当かわからない。アイドルさんへの謝罪の DM のスクショが欲しいらしいです。でもあれなんですよね。ちょっと待ってください。どこになんかそれがあるのかがちょっとあんまり詳しくなくて。アイドルさんのページから飛ぶと分かりやすいですよ。でも DM って。あ、でもこれ送ったらなんかすごい逆に怒りそうな気がしたなんか。謝罪してないってことですか。あれ謝罪してるのが今謝罪文送ったっておっしゃってましたよね。言ってましたね、確かにね。今すごいヘラヘラすんなってきてるんですけど、元の性格が本当申し訳ないです。気をつけられた方がいいと思います今後。そうですね、本当に申し訳ないです。確かにデフォルトニヤニヤしてるんで、ちょっと送り方がわかんないですね。 LINE でですか。私に写真送ってきましたよね。グループのになっちゃってて行きました。ああ、来ました来ました。はい。でも結構長文で送ってますね。そうですね。お花が青ではなかったことを、依頼してくださったお客様がお叱りの言葉をいただいた。支払い拒否をされるほどお怒りですって書いてるじゃないですか。あ、そうですね。その時はまあ今お話しいただいた形でもう本当にまた嘘ついて、なんで嘘つかれるんですか。反省してるんですかね本当に。なんで嘘つくの。これを送ったのは支払いの意思がないと感じていた時だったので、あ、まあわかりますよ。送り方になっちゃったんで、それがなんで今の場で謝罪を送りましたって言わなくないですか。そしたらすみませんこういった内容を送ってましたって言わないんですか。だからこれアイドルさんにもまた送らないとっていうか、リプでもいいかもしれないね、アイドルさんに。じゃあ、はい、そしたら今の会話の段階で謝罪の DM を送りましたじゃなくて、はい、こういう内容の DM を送りましたっていうふうに言うべきじゃないんですかね。なので、もう一度謝罪の DM を送りますが正しいと思うんですけれども、そうやな。おっしゃる通りです。そうですよね。本当におっしゃる通りです。なんで嘘つかれたんですか。あ、嘘をついたつもりはちょっとなんかもう。これは謝罪だっていう認識だったってことですよね。そうですね。送ったっていう詳しい内容まではあれだったんですけど、今見たらその会話から見るとひどいですね。はい。まあじゃあ改めてね、はい、お願いします。リプライで了解いたしました。はい、じゃあまあもうこの辺でということでね、ちょっとそろそろお時間はまあさすがにねリプするでしょ、さすがにこの状況で。ね、この状況でさせていただきますもう。本当すごいですよさっきから。いやそれはもう当たり前なんですよそれは。やばいっすね。いややばいっすね、わらじゃないで、反省してないように聞こえますから本当に。はい。花屋さんのホームページのトップに突者とのことが書いてある。ホームページのトップにも書いてるんですか？あれですね、ツイッターと連動してて。いやいやとにかく全部消してくださいね本当に。とにかく全部消させていただきます。全部消して。アイドルさんにリプね、改めてアイドルさんの方にリプの方は今日中にやらせていただきます。はい、はい、お願いします。ちょっと一つだけ聞いていいですか。何ですか。はい、はい、さっきからすごい通知のやつが反省してないってくるんですけど、やっぱり反省してないようにまあように聞こえるのはまあ仕方ないですね。僕もそれは感じますよ。多分本当に申し訳ないじゃなくて、誠に申し訳ございませんでしたなどの言葉の使い方があると思うので一度接客用語を学ばれた方がいいかと思います。はい、勉強します。これさんありがとうございました。いえ、どうもです。はい。ありがとうございました。はい、失礼します。この花屋ホームページに花心ニュース、昨日から私を攻撃するアカウントがある。やばいな。こんなのニュースにホームページに載せんなよ。どんだけ怒ってんだよマジで。怖すぎでしょこれ。よかったねこういう時代で。だってさ、こういうさ、客が声をさ、大にして、被害を訴える、まあ、俺の放送だとか、ツイッターとかがないと、やられ放題やからね、客側が。いやー、これすごいわ。